ゴエチリデンマイナスにノルボルネンは、化学式 CQH12 で表される、環状オレフィンモノマーの一種で、合成ゴムの原料となる、陰部とも略記される。ジシクロペンタジエンの熱分解で得た、シクロペンタジエンと1、3ブタジエンを、反応層で、ディールスアルダ反応により中間体の、ビニルノルボルネンが合成される。この反応は、 無触媒の発熱反応で摂氏115度の液層で行われる。VNB を異性化することで陰部が得られる。自動車のラジエーターホースや窓枠ゴムなどの材料として使用されるエピドムゴムの原料となる他にあるキルマイナス3、アルコキシピラジンとの混合物が燃料電池の普及に対応した都市ガス用、費用系不修剤として開発されている。日本の消防法では危険物、 第4類、第2国有類に区分される。通常は重合反応を防ぐ、安定剤として4タート、ウチルピロカテコールが添加されている。1973年には、試運転中の反応層で核反応停止したことにより、反応が暴走して層内の温度と圧力が上昇し、運転員2名が死亡する火災が発生している。長期曝露は肝臓、腎臓に有害である。 ありがとうございます。